クリコール核酸はゼノ核酸の一例であり DNA とは骨格が異なる。ゼノ核酸は天然の核酸である DNA や RNA とは異なる等骨格を持つ合成核酸アナログである。複数種類の合成等が遺伝情報の保存と読み出しが可能な核酸の骨格を形成することが示されており XNA を扱うことができる合成ポリメラーでの創出の研究が行われている。 XNA の作質とその応用はゼノバイオロジーと呼ばれる合成生物学の新分野を作り出した。他の拡散アナログとは異なり遺伝情報は4つの典型的な塩基体に保存されているが、天然の DNA ポリメラーゼはこの情報を読み取ったり複製したりすることができない。そのため DNA を基盤とした生命は XNA に保存されている遺伝情報を見ることができず、 利用することもできない。DNA の構造は1953年に解明された。2000年代初頭 DNA に類似した構造を持つ多数の XNA が研究者らによって作出された。XNA は DNA と同一の情報を伝達することが可能な合成ポリマーであるが分子的な構成要素は DNA と異なる。XNA の点は外来のを意味する。 ゼノを表しており DNA や RNA とは分子構造が異なることを指している。XNA に関して多くの研究が行われるようになったのは DNA 型から XNA をコピーしたり、XNA を異型として DNA へコピーすることができる特殊なポリメラーゼが開発されてからである。一例としてピネーロラは2012年こうした XNA を扱うことができるポリメラーゼが 約100円期体の長さの配列に対して機能することを実証した。より近年では合成生物学者フィリップ・ホリガーとアレクサンドル・テイラーは DNA や RNA から作られる酵素であるリボザイムに相当するザナズイムの作出に成功した。これによって XNA は遺伝情報を保存するだけでなく酵素としても機能し得ることが示され生命が RNA や DNA 以外のものからも生じうる可能性が提起された。XNA で用いられている陶骨格と DNA や RNA で用いられている陶骨格の比較。DNA や RNA はヌクレオチドと呼ばれる分子の長い鎖をつなぎ合わせることで形成されている。ヌクレオチドはリン酸、ゴタン等5種類の標準核酸塩基のうちの1つという3つの 科学的構成要素から形成されている。XNA の構成要素は DNA や RNA とほぼ同一であるが、一つの例外がある。XNA のヌクレオチドでは、デオキシリボースやリボースは他の科学構造に置き換えられている。こうした痴漢のため、XNA は天然には存在せず、人工的なものであるにもかかわらず、DNA や RNA と機能的にも、 構造的にも類似したものとなる。XNA では多様な構造的、科学的な置換が行われている。これまでに作出された XNA には次のようなものがある。名は特定の配列を認識する薬剤としての可能性がある。これまでに HIV を標的とする配列に結合する可能性のある名が単理されている。セナの立体化学は D 型と類似しているため、 自身や RNA と安定な日本鎖を形成することが示されている。一方、セナは DNA と日本鎖を形成した際には安定ではない。XNA の研究は歴史上の生物進化のより良い理解のためというよりは、生物の遺伝的構成を制御し、さらには再プログラムする方法を探ることを意図して行われている。 x n a は現在の遺伝子組み換え生物の遺伝子汚染の問題を解消する大きな可能性が示されている。DNA は遺伝情報を保存し、また複雑な生物学的多様性をもたらすためには非常に効率的である一方で、その4文字のアルファベットは比較的限られたものであるとも言える。天然の DNA 拡散塩基ではなく骨格や塩基が改変された。 XNA の遺伝暗号を用いることで遺伝子の改変や科学的機能性の拡張は無限に可能となる。XNA に関する様々な仮説や理論の展開によって拡散に関する現在の理解の重要な要素には変化が生じ、遺伝や進化はかつて考えられていたような DNA や RNA に限定されたものではなく単に情報を保存できるポリマーから発展した。 プロセスであると考えられるようになった。XNA の研究によって DNA と RNA が生命の構成要素として最も効率的で望ましいものであるのか、それともこの2つの分子はより多くの科学的祖先から進化した後にランダムに選ばれたものであるかを評価できるようになると考えられる。XNA の利用法の一つとして病気の治療薬として医療に取り入れることが挙げられる。 現在様々な病気の治療のために投与されている酵素や抗体の中にはいや血流の中で迅速に分解されてしまうものもある。XNA は自然界には存在しないものであり、人はそれらを分解する酵素をまだ進化させていないと考えられるため、現在利用されている DNA や RNA を基盤とした治療法の耐久性を高めたものとして利用できる。 可能性がある。XNA を用いた実験ではすでに遺伝的アルファベットの痴漢や拡張が可能になっており、また XNA は DNA や RNA のヌクレオチドと相補性を示すことから転写や組み換えが可能となることが示唆される。フロリダ大学で行われた実験ではイージスセレックス法によって乳がん細胞に結合する XNA アプタマーの作出に成功した。 さらに、モデル生物である大腸菌を用いた実験では、生体内で XNA が DNA の生物学的な型として機能することが示されている。XNA を用いた遺伝的研究を進めるに、あたっては、バイオセーフティ、バイオセキュリティ、倫理、ガバナンスや規制など、様々な問題を考慮しなければならない。重要な問題の一つは、生体内の XNA が、 自然環境下で DNA や RNA と混ざり合い予測できない結果が引き起こされるのではないかという点である。また XNA は RNA が酵素としての能力を持っているように触媒として利用できる可能性がある。XNA は DNA、RNA や他の XNA 配列の切断と結合が可能であることが示されており、XNA が触媒する反応で 最も活性が高いのは、XNA 分子に対する反応である。この研究は、生命における DNA と RNA の役割が、自然選択の過程で生じたものであるのか、それとも単なる偶然の産物なのかを判断するのに、役立つものである可能性がある。ありがとうございます。